はい、今ね、空港です。今チェックインとか全部終わってね、飛行機来るの待ってます。今ね、ちょうどインスタグラムに空港 now っていうまた画像を上げました。 Alright、 まあね、飛行機乗ってまた行きます。ちょっとね、ブログでその感じ撮るの初めてなんですけど、撮っていきます。夏はね、あの中国人の観光客が結構多いから、空港もね、もう中国人しかいない感じです。中国語しか聞こえない。ここ日本なのかなって思うぐらいです。逆光かこれ。うん、まあね、でもあと飛行機多分10分くらいで乗らなきゃいけないからね、まあ、ちょっと水とか飲んだりして。Yo guys、 今ね、あの5時間のフライト終わって、今香港にいます。ちょっといつもね、香港で乗り継ぎって感じなので、またこっからね、11時間かけてロンドンに行きます。で、今夜のね、9時ぐらいなんだけど、あと3時間、12時ちょうどにね、飛行機乗るんで、まあ、それまで食べたりして、まあね、ちょっと休んで、まあ行きたいと思います。飛行機の中ではね、あの本読んだり動画編集したりしてました。あんまね、映画とかいいのやってなかったのでね、映画は見ませんでした。もうホームシックな感じが、今誰かボトル落としたから。で、今あのもうホームシックな感じがしてきましたねっていうのは冗談だけど、これ中国のシューマイ、それと、まあ、白いご飯に豚肉と、まあ、野菜が混ざった炒め物ですね。それとピザとあのチキンファジータ、チキンね、パンの間に入ってて、これはチックピーズ、まあ、あの食物繊維とかたくさん入ってるし、タンパク質も入ってるし、いいカブも入ってます。フライトに乗る時間があと30分近くなってきたから、今ね、ゲートまで歩いてます。ゲート2番なんですけど、めちゃくちゃ遠いんですよ。だから、まあ、結構飛行機乗る前いい散歩になります。有酸素運動ですね。 OK です。今からね、12時間後あっちの朝6時にまたお会いしましょう。では。Yo guys、 おはようございます。今ね、ちょうどロンドンに着きました。まあ、日本時間では午後の3時ぐらいだけど、おはようございますってね、新しい友達ができました。日本人のね、コウさん。はい、コウさんがたまたま飛行機で隣に座ってたから、はい、日本人じゃんって思って友達になりました。香港から帰ってたんで。そうですね。香港から乗り継ぎだったから、なんかね、日本人に会えてなんか、おおって思った。で、ロンドン、あの、初めてですよね。そう。初めて大学院生でロンドンに来てるみたいです。はい、僕は2年目っていうことで。プロ。なんか言うことありますか？緊張してないです。緊張してないみたい。すごい自信あって。ないですね。まあ OK です。でね、今あのスーツケース取りに行って、でね、その後、まあ今年住む家に向かいたいと思います。地下鉄でね、あの街中に行きます。30分ぐらいかな、僕は。コウさんは1時間かかるところにこれから行きます。あのね、ロンドンのね、地下鉄すごい小さいんですよ、幅が。ちょっとね、おもちゃみたいだからね、みんなにお見せしたいと思います。Please remember to keep all your personal belongings with you at all times. This is a Piccadilly line service to Arnos Grove.
家に着きました。これがね、今年の僕の部屋っすね。結構買うものがある。まず勉強机、まあこれ、まあなんとかいけそうだけど、椅子がないから今日は椅子買ってきた。あとゴミ箱も必要だし、うん、ゴミ箱も必要ですね。あと電気、勉強する時の電気とか、そういうのも今日は買い物に行きます。結構ね、長い一日に今日はなりますね。すごい眠たいけど、うわ、頑張ります。 Alright、 でもね、まあここ一番上の一番上の階なんですけど、階段めちゃくちゃ急です。こう落ちたりしたらもうやばいですね。筋トレできなくなります。でもね、結構僕の部屋鏡あるし、ここにも鏡あるし、いい感じです。ポージングはできますね。今ね、ちょっと家に何もないから、ちょっとパパッとサンドイッチかなんかね、スーパーで、近いスーパーで買いたいと思います。ここ結構有名なハローツっていうデパートメントストアがすぐ目の前にあります。こっちのモンスター、日本のモンスターより大きいですよね。これ 500ml、 結構でかい。じゃこんな感じでね、うん、何にしよう、多分サンドイッチかな。チキンサンドイッチ、これ、ね、もっとタンパク質、ターキーです。ターキーの肉はね、すごい脂質が少なくてもほとんどタンパク質だからね、すごいです。うん、今ね、この家庭用品を買うところに来てます。これ iPad のタブレットで決めるんですけど、今のところはね、椅子家にないから、まあ勉強の椅子と、それとランプとゴミ箱って感じ。炊飯器ね、ちょっと日本から持ってこれなかったから、ここで買います。今のところこれとこれが出来上がったから、あとはこのパーツとこのパーツを組み合わせて完成です。今ね、こっちは午後の6時半なんですけど、まあ日本時間で言うと深夜の2時半ですね。なのですごい眠たいです。でもね、これからジムに友達と行きたいと思います。学校のジムだからすぐ歩いて2、3分なのでね、近いんですけど、今日はね、ベンチプレスと肩をやっていきたいと思います。多分ね、疲れてるから重量すごい重くはいけないと思うんで、 87.5kg から5キロから90キロの間でベンチプレスはね、5セット5レップを今日はやりたいと思ってます。そして肩の、まあ、オーバーヘッドプレスとかもね入れます。でもメインはベンチプレス、その 5×5 でやっていきます。学校のジムなので、撮影はしないんですけど、次はね、ちゃんとしたジムから筋トレ動画をね、どんどん上げていきたいと思います。いいジムね、学校の外で見つけたので、ね、そこにメンバーシップ、まあ、で入って、そこからはね、撮影 OK なのでしていきます。ということでね、まあ、あとは筋トレして、もう夜ご飯食べてすぐ寝ます。すごい眠たいです。時差ボケ治るのにね、5日間はね、かかると思います。Alright。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。では、この次まで。